もらっていいですか？これ？うん。マジでいいの？これ。来ます。無理やって絶対入らへんって。どうしよう。そんなことないし。絶対入らへんってこれ。待って。無理。え待って。おはよう、あかりちゃん。おはよう。どうした？おはよう。おはよう。絶対やばいって、私も今見てないね、まだ。え、ちょっと出てきてよ。ちょっとバッてやって。全開して。ちょっと待って。めっちゃ抵抗するやん。早くもう、無駄やから。おいで。おー、いけるやん、ほら。やばいって、これはもう。演出者やん。全然いけるやん、ほら。なんでこれでロフトのイベントはおかしいやん。うん、嘘やもん、イベントのフィッティングなわけないやん。今日 YouTube です。 YouTube？ はい。ん？グルです。グル。うん、あのさ、8月24日のツイートでさ、うん、門脇さんのドッキリのさ、デビュー曲をかけたら踊れるかってあったやん、うん、あなたなんてつぶやいてました？私もいつかやりたいみたいな言った言ったやんな。でその後さ、うん、話しててさ、私もドッキリ仕掛けられたいわって言ったやんな。言ったー。それも仕掛けたよ、今日。これやで。これはやりすぎやって、もう。え、もう私全部自分で編集してモザイクかけるもん。うん、うん、編集ごめん、もうかなこやから。え、かなこが編集すんの？せやで。で、まだこれで終わらへんから、曲かけるから、踊って。あはっ。ちょっと大丈夫？それ心配しててな。昨日、かなことパフェ食べたのに止めてよー。できるかな？もし無理やったら、テイクちょっと。だって完璧に起きられへんかった。一発本番。はい、頑張りまーす。これ分からなかった。やばい。間違えてない。ノーミス。ノーミスです。投げんな現役。目怖。目バキバキ。終わりやんな。終
終わり終わり。どうですか今日は。フィッティングから始まり、踊ってみた方がやりたかったけど、きっかけが難しかったから、ありがとうございました。でも衣装はやりすぎ。下は誰かの衣装らしくて、上は自分の衣装らしい。上こそ人なつなぐやった。おっぱい成長してないやん。なんで入るん10年もって。最近バストクリームとか買ってよ。ということで NMB48 のデビュー曲絶滅黒髪少女を突然衣装を着て踊らせていただきました。いかがだったでしょうか。でもあの踊ってみた動画、パパラピーズとのコラボのワロタしかやったことなかったから、これを機に卒業までにあげれたらなと思うんですけど、衣装はこれで十分かなと思います。やっぱ何回やってても決めたいけど恥ずかしい気持ちが勝つよね。ダメじゃないですか。勝つし、いや、いつもはさ、照明とかこう煙、スモークとかこう出てさ、こう決めれるしさ、もうみんな仲間に一人でこの衣装着て、こんなスタジオでは恥ずすぎるって、めっちゃ喋っちゃうし。ということで、よかったと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。でもしなんか踊ってほしいなみたいな曲あったりしたら、ぜひコメント欄で教えてください。以上、あかりんことスターカリでした。